大口高校出身、医療秘書科、秘書コース2年、原田由紀奈です。北部中央高校出身、医療秘書科、診療報酬請求事務コース2年、山内里穂です。受験生におすすめのこの夏のイベントをご紹介します。受験生の皆さん、進路選びは進んでいますか？ KBCC では受験生や学校に興味のある人たちのために授業や学校の雰囲気を体験してもらうオープンカレッジを行っています。オープンカレッジは学校のいろんなことを見たり聞いたり体験できる絶好のチャンス。毎年県内各地からたくさんの人が参加しているイベントです。参加した？参加したよ。参加した？友達と参加したよ。楽しかったよね。うん。これから予定している授業はゲーム制作や名刺のデザイン、ビジネス文書作成、税金の豆知識、かわいいメイク講座など、どれもユニークで役立つものばかりです。またオープンカレッジでは授業体験のほか、私たち学生や先生たちとのランチタイム交流会などもあるので、 KBCC に興味のある人や進路に悩んでいる人たちにはとってもおすすめのイベントです。日程は7月14日、26日、8月2日、8日、18日、23日です。受けられる授業は日程によって違うから、詳しいことはホームページで確認して、ぜひ参加して KBCC の魅力を思う存分体験してみてくださいね。オープンカレッジの雰囲気は KBCC TV でも見られるので、こちらもぜひチェックしてみてね。さらに今年の夏は大好評の学生プロデュースのブライダルショーも開催します。学生はその準備で大忙し。みんなで話し合いながらより良いグライダルショーになるように頑張っています。どんどん準備に進んでるね。楽しそうだね。この日の様子も KBCC TV で見ることができるので、こちらもチェックしてみてね。ブライダルショーの日程は8月10日金曜日。興味がある方ならどなたでも参加できますが、予約が必要です。予約の締め切りは7月6日金曜日。興味を持ったたくさんの方が参加しやすいように、北部隼人方面、鹿屋方面、北薩方面、南薩方面などからの無料バスも運行します。詳しくはホームページでチェックしてね。今回ご紹介したイベントはホームページからも申し込みできます。興味を持ってくれた人は今すぐ申し込んでください。みんなの参加を待ってます。